be reacting to the Kazuya Smash Direct. I am very excited, and I'm hoping he comes out today. I was at work, I couldn't watch it. So, for all you guys tuning in, this is Dude Love 9, and yeah, so we're gonna get into this little bit. Okay. 大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正宏です。スタジオに戻ってきました。ご覧の通りです。だけどいつものスタジオとはさらに違う広いスタジオを借りていまして、もうスタッフが非常に遠い距離で見ています。格闘ゲームシリーズ鉄拳から西間和也の参戦です。すでにダイレクトで発表しましたが、和也の通常技を改めて流してみますね。Alright, Tekken 3 soundtrack. We're off to a good start. The electric. Gates of Hell, 1+2 break. Electric. The freaking up forward 4. Stature kick, down back, whatever. While rising to the freaking regular grab, demon scissors, the back kick. Wow. The 10 hit combo, that is what I need, that is what I'm most interested about. How the heck is that 10 hit combo? これは鉄拳ですね。最初にその鉄拳を紹介しなければなりませんね。No, we don't. 改めて、鉄拳とは、Oh, they got Tekken 7 music. 1994年12月にリリースされたアーケードゲームが第1作目。ポリゴンを使った 3D 格闘ゲームで、両手両足を表す4つのボタンにより多彩な攻撃を繰り出します。最新作は鉄拳7。ナンバリングは7ですが、タッグトーナメントなどの種類もあり、実際のタイトルはもっと多いです。ある日、天の声が聞こえました。いや、天の字が入っている会社からかもしれません。これ海外でどう訳すんだって思いますけど。その声によると、正弘、鉄拳をスマブラに参戦させなさいと。いやー、そう簡単に言いますけどね。鉄拳やバーチャファイターなどの 3D 格闘とスマブラでは全く異なると認識しています。パンチやキックで相手を倒すということは共通していますが、ゲームデザイン的にはジャンルごと別物です。単にスマブラは格闘ゲームなのかといったよくある議論や区分の問題ではなく、ゲームの本質的にゲームデザイン論のようになりますが、鉄拳は間合いと技のヒット位置、上中下段の属性などで構成する間合いのゲーム。一方スマブラは高度や距離で差し合い、安全と危険が一度りで変化する座標のゲームです。求められる身体能力もだいぶ違います。また例えばスタンダードなファイターにおける最も速い技の出だしを競うと、なんと5倍ものスピード差があります。鉄拳の技を当てはめたファイターをスマブラのフォーマットに入れていくことはできます。だけどそれでは形だけ、真に作品を体現することにはならないです。普通に作っては残念なものになることでしょう。しかし無茶をトンチで何とかするのがスマブラのデザインです。深掘りをした結果、一つ良いネタがありました。 how extensive is this research? 鉄拳にはデビルイン氏という設定があります。デビルイン氏はカズヤの母カズミが持っていました。文字通り悪魔の力を引き出せるもので、カズヤもデビルイン氏を引き継いでいます。デビルイン氏はカズミ、カズヤ、息子の風間陣にあり、平八にはない。参戦ファイターを平八にしなかった最大の理由がここです。また鉄拳7を見る限り、瞬時にあるいは部分的にもデビルの力を出し入れできるようです。通常技はなるべく鉄拳に寄せつつ、空中ジャンプ、スマッシュ攻撃、必殺技などをデビルの力に置き換えればスマブラでもうまくまとまるのではないかと考えた次第です。では早速デビル化を使った
必殺技の説明から参りましょう。必殺技は例によって通常、横、上、下の4通り、方向を入れて B ボタンを押すだけです。例によってカメラは開発用の特別なもので、バランスなどには製品版との違いが生じる可能性があることをお伝えしておきます。通常技はデビルブラスター、デビルカズヤを代表する高速で飛ぶビーム。原作ではいくつかの名前に分別されていましたが、本作では通常必殺技をデビルブラスターという呼び名で統一しています。射程が長く、飛び出したら一瞬で飛び複数人を貫くことができます。 I think I'm cool. 貫通するとその分威力が下がります。3人を貫くとこの通り。それと打点が高いです。背の低い相手や姿勢には当たらないこともしばしば。そこで下入力で打っていきましょう。下方に打つことで低い相手にも当たります。同じく上方にも打てます。これは不規則などにどうぞ。Wow. 空中で打つと少し斜め下に、位置の制御として割と使えます。空中でも少し上、少し下と打ち分けられます。水平に打ちたければ上に。出たら強い技なので、相手の反撃が通らないとみなしたらどんどん打って良いです。特に相手に接近したいカズヤとしては、相手から近づかざるを得ない状況を作るのは大事。ただ打っていいタイミングの見極めが特徴的だと言えるんですけどね。自分で使うにも相手にするにもよく考えましょう。もちろん反射できます。おう、okay. 吸収もできます。おう、ノーしまうことだってできます。 What? You can pocket it? 何やってんの。横必殺技はデビルフィスト、高速で殴り抜けるパンチです。遠くで当てても相手を弱く弾くだけですが、近くで当てると相手を殴り抜けるとともにダウンさせます。そこからの反撃をどうするのかがポイント。相手の大きさや突き抜けた距離、操作などにもよりますが、いろんなことができます。相手が空中にいる場合、これまた弾いてしまいます。なおシールドした相手は抜けません。隙だらけになってしまいます。移動距離は短めですが、復帰に役立てることも可能です。上必殺技はデビルウィング、比較的シンプルな上昇技ですが、上昇高度が高いです。通常ジャンプは低いカズヤだけど、同じくデビル化する空中ジャンプの高さ、さらにデビルウィングの高さによって到達できる高度、上方向への復帰力はかなり高めです。上昇前後は全身交代できます。使った直後は少しふわっとしてますね。そして割と撃墜にも使えます。出だし際は強し。ところで横必殺技と上必殺技は空中での技終了後に攻撃や行動ができます。必殺技後落下にならない。ただし改めて横必殺技や上必殺技を使うことはできません。下必殺技はヘブンズドア、目の前の相手を掴んで地面に叩きつけます。 oh, shoot. スーパーアーマーがついているので無理やり掴みやすいです。クッパの横必殺技と同じく相手を道連れにできますが、相手より先にカズヤがやられることになります。Oh, yeah. そして気力が高いファイターの場合、カズヤがやられた後に戻れます。また投げられる側の操作によって押し戻すこともできます。これ何もしてないです。これリドリーが押し返した。どれだけ押すかは互いの蓄積ダメージ次第。ちゃんと押し戻していれば、蓄積ダメージが低い時に自滅を狙われることはないでしょう。なお空中の相手を掴むこともできるし、空中で相手を掴むこともできます。浮いた相手にコンボでつなげたりもします。念のためコンボというのはコンビネーション、連続技のこと。多人数戦では巻き込みによる撃墜を狙いやすいことも覚えておきましょう。そしてヘブンズドアは次に紹介するレイジシステムとも関係があります。蓄積ダメージが 100% を超えると、あるいは体力性の体力が1/4を切ると、
一回だけ零時という状態になります。文字通り起こった状態。ゲージの名前表示も変わります。この状態では攻撃力は 1.1 倍になります。それだけでも単純に有利。そしてこの際、特定の条件で0時ドライブという強力な投げを1回だけ繰り出します。動作はヘブンズドアに似ていますが威力が段違い。方法は3つあります。方法1、掴む。比較的簡単ですね。You can just grab and you do the rage drive. 方法に下必殺技ヘブンズドアを使う。普通のヘブンズドアより踏み込み距離が増しています。方法3、昇竜拳コマンドプラス攻撃ボタン長押し。これは後で説明する雷神拳と同じです。コマンド版のものだけは威力がさらに高くなっています。ボタンは攻撃ボタンでも必殺技ボタンでも良いけど長押しすること。レイジ状態はレイジドライブを使ったら解除されます。時間などによって解除されることはありませんが、一定以上ダメージを受けると解除されます。またレイジドライブを狙って外すとより早くなくなります。つまり掴みを使ってるとレイジがすぐになくなるということです。狙うならちゃんと当てましょう。最後の切り札はファイナルブラスター、デビルブラスターの正射を行います。鉄拳7のストーリーモード終盤で煮え湯を飲まされた人は少なくないことでしょうね。ちなみに、ここが貴様の墓場だって言っています、日本語で。これそんなかっこいいことを言ってるけど、ピカチュウに対してもそんなこと言うんですよね。扇状に広がるので乱闘においては第三者を巻き込みやすいです。反面、最初のビームが当たらないと発動しません。Damn, so it has to 高度差があると最初の一発は当てにくいので頑張ってください。相手を比較的遠くにホールドするので崖外向きにヒットすると効果大です。条件が揃えば蓄積ダメージ 0% からでもいけるかも。So it's moving an instant kill at the ledge, right? 次に通常技を紹介しますが、その前にファイターカズヤの全体的な特徴について解説しておきます。総合的には逆転性が高いファイターです。攻撃力は全体的にだいぶ高いです。手数で負けている場合もいきなり逆転したり最終的に勝ったりする場合もあります。ただリーチや攻撃範囲などでは劣勢です。攻撃が出る速さも原作ほどではないけれどだいぶ遅い方です。総合的には手数の多さやリーチの長さ、空中戦で攻めてくる相手には手を焼くかも。体重は重ため、これは吹っ飛ばされにくくて有利です。ジャンプ力は低いです。これも原作風、ただ高さは他のものでも賄えます。竜やテリーと同様、ワンオンワンで相手に対して向き直るようになります。これは後ろ入力の技を入れるときに便利、格闘ゲーム的です。クッパほどではないけれど常時スーパーアーマーがついています。さほどの効果はありませんが、ダメージが少ない頃なら百裂攻撃などを食い止めることはできるかも。それより攻撃の一部に強いスーパーアーマーが発動する方が大きいです。ダメージは受けますが相手の攻撃に割り込めることがあります。なお原作になかったのでヒットストップがほとんどありません。ヒットストップとはヒット時に少し止まる演出のこと。一通り説明したところで通常技の説明に入ります。原作である鉄拳のモーションを大船そのまま実装し、必要なところを後で直すつもりで制作を進めましたが、そのままでテストしてみたところびっくりするほど弱かったです。やはり攻撃の間合いや速度が異なりすぎてボコボコにされてしまいました。最終的には速さも強さもいろいろ加工していますが、意図して原作風味を保つこともあります。この倒れ方とか良いですよね。操作系統を他のファイターと変えています。まず L スティックの入力方向は8方向で考えてください。一部コマンド入力のようなものもあります。全ファイターの中でも飛び抜けて多い通常技の持ち主。ただ最初に言っておきます、原作もそうですが
全部の技を使いこなす必要はありません。得意な技を見つけ、そこから広げていけば良いと思います。なお、攻撃ボタンはいつも通り1つだけです。獅子に対応した4つのボタンを仕分ける必要はありません。まずはジャックコンボ。ボタンを連続で押すか魔法師していると技がどんどん変わります。これがいわゆる10連コンボ。相手の操作などにより全て当たるとは限りませんが、連続攻撃をボタン1つで手軽に出せます。なお、最後の一撃はシールド無効です。ジャックコンボに発生から少し魔王を攻撃することで先行劣化。相手を吹き飛ばしたい時に使います。パパンパーンというタイミングを覚えてください。パパンパーン。ダッシュ攻撃は空残脚。遠い相手に詰め寄って打撃するのに不可欠です。下方の攻撃をかわせるし、吹き飛ばし力も高く頼りになります。前に2回素早く倒して攻撃すると左かかと落としが出ます。これにはちょっとした特徴がありまして、相手の飛び道具を跳ね返すことができます。ここから時計回りに8方向です。スマッシュ攻撃に負けないよう優しめに倒すと良いです。上に入れながら2回攻撃でダブルアッパー。対空や接近した相手への攻撃に使えますが、一発で止めてコンボパーツにするのも有効です。斜め上を入れて攻撃ボタンを連打すると螺旋幻魔脚。最初の1回が当たればほぼ確実に全て当たります。出だしが遅いので、浮かせてコンボの締めにすると良いです。It's not like that in Tekken, man. 連打をやめれば途中で止めることができます。You can hold it midway. 横に入れながら攻撃で鬼蹴り。Forward, 相手を低く吹き飛ばす喧嘩劇です。A, ベクトルが低いので、気力が低い相手に最適。またこういう時にリトルマック使われるというね。印象としてガロンドロフの突破集に似てますね。こんな感じ。だけど、実はガロンドロフの方がちょっぴり早いです。これ同時にやるとこんな感じ。斜め前下を入れて攻撃ボタンを2回押すことでかかと2発当てれば相手を吹き飛ばします。一発で止めれば相手を浮かせるため他のコンボを狙うことができます。2発目はシールド削りが大きい特徴があります。シールドが割れなくても小さくなれば防御しにくくなるので、シールドされたら2発目まで出すのもありです。下入れ攻撃はねじり裏剣。前進しながら攻撃するので割と射程距離が長いです。姿勢を低くしつつ攻撃寸前にわずかな無敵も発生します。浮かせた相手には追撃を。 OK。 斜め後ろ下と攻撃で体育抱き。相手に尻餅をつかせることができます。反対で使うのは難しいですが、横必殺技と組み合わせるのがおすすめです。後ろと攻撃で人旋風。この技は手が速く、迎撃としても比較的強く、コンボにも使いやすいので出せればおすすめです。ただ間違えて背中方向への横スマッシュ攻撃になってしまうことも多いです。自動振り向きがない多人数戦でも出しにくいです。パッドを隅まで倒しきらなければ幾分出しやすくなります。後ろ斜め上と攻撃でジャンプサイドキック、逃げり、後ろに下がりながらのキック、正確に狙いをつけてくる小ジャンプ攻撃の迎撃などに使われることもあるかも。足が無敵になるものの、それ以上に移動が激しいスマブラではなかなか使いにくいでしょうね。下方向系は全部コンボ指導技になることを覚えておくと良いかも。これと真上初段ダブルアッパーの一発目は他の技につなげることが前提です。こんな感じ。 That's not a real hint。次、しゃがみを絡めた技です。下方向ではなくて、ちゃんとしゃがみになってから入力すべきものですね。しゃがみ中に斜め前で攻撃すると、螺旋眼採取。So、they do have 姿勢が低く、長めの無敵時間があるので、カウンターに使うと良いでしょう。Dan is dead! He's gone, dude! しゃがみ中、真下に入れながら攻撃をすると、シットジャブ。スマブラの攻撃系としては遅い方ですが、連打が効きます。相手の行動阻止の牽制やコンボの指導などに。しゃがみ中斜め後方で攻撃するとシットスピンキック。
判定の持続が長い技です。牽制としてヒットジャブとどちらが有効なのかは相手のファイターと戦法次第でしょうか。だけどここはスマブラなので原作ほどの有効度はないかも。そして特殊な入力ですが、しゃがみから立ち上がる最中に攻撃をすることで魔人拳が出ます。ガノンドロップの技の名前と被りましたが、これは魔人拳。相手を強くひるませる技です。いろんなコンボができますが、一番狙いたいのは横スマッシュ攻撃。相手や状況によって別の技にする必要がありますが、撃墜できそうなら大チャンスです。次にスマッシュ攻撃です。これらはデビル化を行って力を増しています。横スマッシュ攻撃は魔人戦勝券、とにかくこれを当てられることが大事です。ファイターの中でも有数の吹っ飛ばし力を持っています。少し溜めてクリーンヒットすればファルコンパンチをもしのぐぐらい。ただし隙は相当に大きいです。また接近しているとクリーンヒットになりません。遠目ギリギリ拳でしっかり当てるのがベストです。なおクリーンヒット時は今のように演出が入ります。スーパーアーマーがあり相手の攻撃に割り込むこともできます。これは全てのスマッシュ攻撃はそうですが、スーパーアーマーの強さには差異があります。横スマッシュ攻撃は一番強い。上スマッシュ攻撃はデビルツイスター、文字通り相手を巻き上げるシンプルなアッパーで比較的発生が早く攻撃力も吹っ飛ばしも十分です。攻撃範囲は狭めですが発生の速さを生かしてコンボに織り込むこともできるでしょう。ダッシュで前を詰めると良いです。また床の上をかろうじて攻撃できる貴重な技、選択肢が少ないんですよね。下スマッシュ攻撃はしっきり包丁、吹っ飛ばしを見ての通りコンボに使うのが本です。相手の操作や状況によりますがいろんな技がつながるのではないかなと。相手がぼんやりしていた場合横スマッシュ攻撃が通ることもあるかも。実はメテオ効果があります。またこのぐらいの位置から崖つかまりしている相手を狙います。崖つかまりするたびに無敵時間が短くなるので攻防が続いた時に使うと良いです。なおシールドを削りやすいという特徴もあります。次に空中攻撃、これは普通のファイターと同じく上下左右とニュートラルで5方向分です。少し巻いていきます。通常空中攻撃はジャンプナックル、比較的素早く出ます。密かにメテオ判定もあります。前空中攻撃は劣化脚、ジャンプの低さを利用し主に地上戦で使います。リーチに優れ地上攻撃をかわせて使いやすい。後ろ空中攻撃はジャンピングソバット、相手を吹っ飛ばしやすいですがワンオンワン時には自動で振り向くので少し使いにくいところもあります。前に打ちたいなら例によって後ろにダッシュしてから使うとか。上空中攻撃はライジングクーキック、コンボに使えることはもちろん床上の相手に有効な攻撃手段になることでしょう。下空中攻撃はハサイシュ、急降下攻撃で相手を襲います。素早い空中制御ができることもあり貴重な技。そして着地狙いへのフェイントにも使えます。かろうじて追撃に使って復帰することもできます。狙うならジャンプの頂点か空中ジャンプの頂点から、それより下がりすぎると復帰は難しいです。次に掴みや投げについて、投げはワンワンならカメラが寄る演出が入ります。掴み攻撃はロップ砕き、持久は高めだけどヒットするまでが長く相手の蓄積ダメージが低いうちは特に振りほどかれやすいです。前投げはつむじ蹴り、吹っ飛ばし力が高め、後ろ投げは小籠落とし威力が高め、上投げがエアインフェルノという名前になりました。ブラスターで打ち上げるのですが吹っ飛ばし力が高いほかブラスターで他者を巻き込めることもあります。下投げは超パチキ、威力は低めだけど特に低ダメージ時にはコンボに組み込みやすいです。
そして特別な投げがあります。地獄門、斜め前下斜め前という有力をつかみ、しゃがんだまま前に2回入れるようなイメージです。もちろんダメージは大きいです。向きを入れ替えて相手を低く飛ばすので、崖際で空後のつかみ、そして特別な投げがあります。地獄門、斜め前下斜め前という入力後のつかみ、しゃがんだまま前に2回入れるようなイメージです。もちろんダメージは大きいです。向きを入れ替えて相手を低く飛ばすので、崖際でしれっと狙うと撃墜しやすいかも。そして原作ファンならおなじみですが、いわゆる昇竜拳コマンドで特別な技が出せます。昇竜拳コマンドというのは前下斜め前と素早く入力すること、こうからこういくような感じ。普通に昇竜拳コマンドを入れると風神ステップが出ます。上半身を無敵にしながら相手に詰め寄る技、連続入力可能です。あんまりひょいひょい受けられるものでもないかもしれませんけどね。風神ステップ時にボタンを短く押すと風神拳、ダブルアッパーのように相手を上に弾く技、単純に威力も高めですがコンボに向きます。入力によるダッシュと合わせて前進するので見た目よりも範囲は広いです。なお最後の斜め下入力と完全同時に攻撃ボタンを押すと最速の風神拳となります。出すのが難しいですが、相手を一瞬しびれさせるので普通の風神拳とはまた異なるコンボを狙えます。なお原作では入力受付時間が1フレームだったのですが、それよりは甘めにしています。風神ステップ時にボタンを長く押すと雷神拳、強く吹っ飛ばす撃墜技の一つです。コンボに組み込むのも有効、無敵が発生するので見た目よりも打ち勝ちやすいです。なお0時中にこれを出すと攻撃力が高いコマンド版の0時ドライブになります。風神ステップ時に必殺技ボタンを押すと奈落戦、 How sweet. 動きは斜め前方入れの螺旋幻魔脚に似ていますが、螺旋幻魔脚は上から始まるので浮かせてからのコンボ向け、奈落旋風は下から始まるので浮かせてコンボには向かないかも。しかし全身無敵で一方的に打ち勝てることもあります。最後に特殊な見せ技を一つ、なんと横アピールが魔人列昇拳というコンボになります。原作と異なり複雑なボタン入力は必要ありません。実用性はほぼ皆無だし誰かと対戦では使えませんが、ヒットしたら驚く技、ちょっと面白い動きなので入れてみました。全ファイターのアピールの中では一番強いです。当たり前ですから、ね、oh, like okay. コンボに組み入れられないこともないですが、他の技の方が良いかなと。はい、以上です。これが格闘ゲームの個性だと思い、コンボ重視の側面を持つように作っています。つなげる技と吹っ飛ばす技がはっきりとしている。実際には相手の操作で避けられるし、蓄積ダメージや重さで異なる結果が出るので、いつも確実に当てられるコンボなどはほぼありません。だけど通りやすいコンボはある程度開拓した方が良いですね。なんて格闘ゲームらしいんだろう。確実性がなくても当たるときには当たる。ただ多人数の乱闘になると話が全然違ってきます。長いコンボをしていると第三者にやられるので、単発の破壊力にかけた方が勝ちやすいでしょうね。技が多い、多すぎなので長くなりましたが、ステージのご紹介です。すでに壁などバリバリ壊されていましたけれど、専用ステージは三島道場、どちらかというと和也の道場ではなく平八の道場ですね。いろんなことがあった舞台、見ての通り四隅が壁や天井で塞がっています。このままだともちろん撃墜できませんが、強い吹っ飛ばしや直接攻撃で壁や天井が壊れます。壊れるまでは比較的安全だけど、壊れてからは危険地帯です。なお壁や天井へのダメージは相手の速度や重さに比例します。ついでに言うと、それらが壊れるときには受け身を取ることができません。全部壊れるとこんな感じになります。場外になってからは画面外が近く、
スクロールも追従しないので密度感の高い戦いになることと思います。なお壊れた壁や天井はなぜか自然に治っていきます。説明では表示を省いていましたが、中央には兵八がいますね。立ち上がったり撃墜に反応します。なおすり抜け床などはありません。 KOF スタジアムとはまた異なる新たな駆け引きをお楽しみください。もちろん戦場化、終点化も可能です。全体的に屋外になりますね。ところで小ネタなのですが、アイアイ傘がありますね。原作をよく知る人ならわかるはず。 Yes。今回は団体戦で行ってみたいと思います。相手チーム5人は火口に落とされた被害者の回ですね。 All right。 まずは壁を壊さないといけない。あー、負けちゃっちゃうよ。あんまり傷つけたくはなかった、しょうがない。 Damage the CPU though. Why need to start off with Kazuya?とりあえず残機数は減らしていきます。もう全く全て力が同じ対応ってのは厳しいでしょうけどね。Why did you start off with the character? はい、まさかの魔人戦長。They're grabbing to the top. This guy's a troll. そこで使うか。You can flank with it. Crazy. Alright, well that makes sense. What about the back then? コンピューターだ。You can't hold on to the ledge. Oh, ちゃんと説明したことが生きてるっていいですね。おっとっといけないよ。斜め上から狙われるの嫌いだよね、あなたは。あ、これ散った。でもそういうのよくない。もう60、67。おっといけない。あー、すー。下手くそもう一回やらせてもらいましょう。外した。どさくさに紛れたアピール横。ファルコンキック打ってくるんだよな。でもまあ本当はそれをちゃんと狙った方が全部通しちゃい、割れなかったな。おっと届かん。あーでも 49% も食らってる。一人目ですからね、あと4人。もうここはビーム使いましょう。うまく避けるんだよなこれ。はいはい、ビーム届かん。いや無敵だったかな。あー危ないね。つむじ蹴り B。 てまずいねこれ。でもこっちの方が射程は長いな。知ってた？ダメだ、こんなことしてちゃ早めのデビルツイスターで。Go for the win。 よし、いい位置だった。天使と悪魔だ。ところが Is he gonna die zero? この位置はとてもいいですよ。 Wow。 画面の端に近い。そしてこのマルスがね、遠慮しないよ。打てるうちは Time for the beam, I won't hesitate。 その打てるうちなんて本当は実は全然ないんだ。さっき言った通り。ダメか。螺旋岩採集、岩採集。いいんじゃないですか。はい、お疲れ様でした。無事に復讐ならずということで残念でしたね。 CP レベル1ならでした。
まあ、他にもいろいろな技を使いたいなとは思ったんですけれども、なかなかお伝えできないところもありました。いろいろ楽しんでもらえれば幸いです。以上です。 Favorite song. 音楽の話題です。鉄拳はシリーズも多いので何百という曲がありますが、このように絞りました。全39曲。今回の音楽は極めて多いです。昔のシリーズから今のシリーズまで織り込んでいます。四半世紀続いているタイトルの一つですから、歴史は深いですよね。ところで今回は勝利時のファンファーレをあえてなくしました。これはスマブラ史上初です。では対戦の時に勝った時にどうしたのか、ズバリこのようになります。原作再現、ナレーターの声で名前が読み上げられます。ちなみにこの勝利ポーズは鉄拳セブン調。これが鉄拳5。鉄拳5、dude。初代鉄拳調のポーズ、ちょっと懐かしい感じですね。Okay.He's done that before. 遅れながらカラーバリエーションもお見せしたいと思います。奇数カラーは火炎刺繍の道着の下のみ、 7P は風間陣を意識したカラーです。偶数カラーはコート、oh, shoot. 6P は鉄拳2の頃のシード風、 8P は原作にあった金ピカです。鉄拳のカスタマイズってこういうイメージありますね。ところでカービィコピーはこんな感じ。デビルブラスターを打つ際、デビル化した姿を見ることもできます。新しいスピリッツボードも加わります。ピックアップされたのはペアも含めて10種類。この中の風間陣のスピリッツはレベル99にするとデビル陣に強化できます。また平八の大台においては、すでに発売されている平八のミーコスチュームを持っていれば平八の姿に切り替えられます。とミーファイターの話題が出たところで、新しく販売されるミーファイターのご紹介です。 All right, let's get some Tekken Mii Fighter costumes.Who is that? Lloyd? Why do you keep putting this character in the game, dude? Alright, irrelevant. Who? Alright.For the Japanese, I guess. He's gone, bro. Deconfirmed. Dante is out of here. Get him out of the running, dude. Suck it, dude. Oh, Alex, no. I bet Alex is only going to use this character for the rest of the game's lifespan. Shantae got deconfirmed again. No Tekken League characters? No King? I gotta use Incineroar for that. Hilarious. Now people can shut up about.今回はいずれのものも癖が強いというか、単体でも参戦希望される系というか、スマブラで使えることに驚きがありますね。スカイリムの主人公の呼び名はドラゴンボーンにしました。原作ではドバキンとかドバーキンとか言われることもありますが、表記の揺れがなくて済むので。なおドラゴンボーンはドバキンの英訳です。ドバキンとは原作のドラゴン語で竜の血族のこと。そしてシャンティは購入すれば楽曲が1曲追加されます。ハーフジーニーヒーローからバーニングタウンという曲がその他カテゴリーに入ります。肝心の配信日です。
6月30日に配信予定です。ファイターパスボル2があればそのまま受け取り可能、単体でも購入可能です。そして久しぶりのアミーボ情報です。You can't play this character at all today. すっごい壊れやすいっていうからそーっとこれです。ミェンミェンのアミーボのサンプルができてきました。これが出るなら時間がかかるでしょうけれど、ファイターパスボリューム2のファイター登場も期待が持てますね。任天堂が三島和也のフィギュア作るというのもなかなかのおかしさがありますけれど、ミェンミェンのアミーボはご覧の時期に発売予定です。今までいろんなファイターやステージを作ってきました。新旧揃ったさまざまなゲームを一つの作品に落とし込むのは個人的にはやりがいがある課題でした。思えばスマブラ4の開発開始から数えて連続10年近くとなり、だいぶ長い付き合いです。ライフワークというのですかね。しかしいよいよ次回がラストです。延長もありません。披露するまでお時間いただきますが、約束通り今年中には発売しますのでお待ちください。チームは最後までテレワークで終えることになりそうです。まずはそれまで三島和也を楽しんでいただければと思います。それでは。 I think this man is going to retire after the next character. Yeah, I think he's going to retire, bro. Well, Kazuya Mishima, dude. They have all of his moves from the game, and they implemented all of the notations, the 10-hit combo, saw it coming. But Tekken Music, Kazuya Amiibo, his Rage Drive, Wild Risings, his Electrics, Execution, combos, grabs, command grabs, lasers. It's going to be crazy. I'm going to have a lot of fun with this character. It's finally gotten to the point where I can dig into the mystery a little bit more. This character's not going to feel stale anymore. The game for a while felt stale, even with Sephiroth and Min Min and Steve. I'm not playing those characters. You know, I had a lot of the times, and the people I've played with know this. A lot of the times when I'm playing with them, I'll say like, oh man, there's nobody else in the game. You know, what I mean by that is I'll probably have already gone through like, you know, my main and like Cloud, DK, you know, Ryuken, Sonic, you know, Marth or Roy, whatever. And then after that, I don't want to, there's nobody else like that it's really fun for me to play. But now I got this character from a one-on-one standpoint is going to be difficult, but that makes it more rewarding to want to try and get into it. The fun for this character has been blown through the roof from what I've seen. You know, I don't think this is a good character for free-for-alls, so, but that's okay. The one-on-one aspect is what I'm concerned about. So there's going to be a lot of labbing to do, and I think having the advantage playing the game, Tekken 7, will aid me into being able to do most of this stuff and playing Ken and whatever. But this is a very exciting time to play Smash for me and to play video games, to be honest with you. It's been a long time coming. I didn't think this character was going to be in here. So now we got to wait till tomorrow. I'm going to download the character. I mean, I don't really have a stream for, you know, to play it, but I guess we'll figure something out. I can do some replays or whatever, but when I'm off next time, or I'm supposed to be going to North Carolina with some friends of mine, and he'll be out by then. We're going to be playing Kazuya all night. that was my reaction to it. Poor Alex for Shantae.
being a me character. Poor, well, poor everybody that wanted Dante, that whack ass character. But yeah, so that's it. If you liked what you saw, if you saw through the whole thing, because this was like 40 minutes right now, I'm clocking in at like 46 right now. But thank you for watching the YouTube channel. There'll be more content soon with the Kazuya, and hopefully we can get back into the Tekken stuff sooner or later. This is Real Tekken 6 is coming, and more on the way. So thank you, and peace. We'll be right back.